お住まいが実家の方、おめでとうございます。そのまま実家に住み続けてください。住居費を一番節約できています。賃貸物件の方、実家に戻りましょう。それができないのであれば、今よりも安い物件に引っ越しましょう。探し方は簡単です。不動産情報検索サイトを使って、どうしても我慢できない譲れない条件で検索しましょう。例えばトイレとお風呂は別がいいとか、ウォーキングクローゼットがついていないと私は嫌なのとかね。僕の場合は周りの物音が気にならない部屋が条件だったんですけど、その項目はもちろんないんで、最上階角部屋で検索して探しました。引っ越す前の家賃が44,000円で、今の住居の家賃が31,000円なんで、毎月13,000円節約できました。毎月13,000円だよ。もちろん最上階の角部屋に住むことができました。ここそうです。住み心地も前より格段にいいです。さっさと引っ越せばよかったって思ってます。皆さんも引っ越しを考えて、ぜひ行動に移してください。2年間の賃貸契約だと思いますけど、違約金の額と相談して契約更新月まで待つか、今引っ越すか検討してみてください。